今日のな晩ご飯な何しようかな思てんけどな、しばらくソース食べてへんな思って、今日はお好み焼きにしようと思って。でもちょっと一から作るのはちょっと今日はめんどくさいかなと思って、救世主登場、じゃん、おたふくのお好み焼きセット。これもうお店の味になるからこれで十分さ。トリムの酸性水、レシピ通りにキャベツ300やから中玉の約1/2個、まあとりあえず切ればいいな、こうやってざっくりやで、ざっくり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 、まあまあアンチは粗めやから、こんな感じで、まあ気になるんやったらもうちょっと細かくするか。油かすも入れとこう、これが入ったらもう全然ちゃうからな、好みの味が。でもこのおたふくセットはもうすごい便利やから、もう男の人でも簡単にできるから、材料さえあったらすぐできます。なんか外から繋いでるけど、もうほんまにこれもレシピ通りにやったらもう完璧にできるから、でもキャベツがほら2分の1やったやろ、で卵2個な、で水が 160cc、 いや何しかもう見たら分かる、めっちゃこれはもうほんまに本場の味になるから、ここのメンチ屋さんで食べてるみたいな味やから、ね、これはほんまに重宝するよ。マジな、こんなやってお好み焼きの山芋も入ってるからこれだけできんねん。これをまず入れるで、ボウルに入れる。んでここに卵で、卵2個、卵2個入った。んでここに水 160cc 入れる。であとはな、これな、混ぜるやつ、これこれこれで混ぜるだけ、これな、よく混ぜて、滑らかに混ざりました。んでさっきのこのキャベツと油かすの中に入れます。入れて、うわ落ちた。で混ぜる、混ぜて、でもう焼くだけやねん、これもう、あとこれ焼いて食べるだけやで。でアジは油かす入りやから、豚バラ肉をひいて焼いて食べます。出来上がりを楽しみに。忘れた、天かす入れんの忘れたやん。これもついてんねん、天かす。なんかちょっとあれやんなと思って、たあんなと思ってた。天かす、めっちゃいい匂いしてきた。こんな感じ。はい。ほんで焼くわ。
簡単よこれ。まあ余ったら冷凍できるしな。ちょっと大きめのを作るわ。余ったら半分冷凍。こんな感じで。はい、これでしばらく置きます。な、豚乗せるわな。見て、ちょっとほら長い豚もあるけど、こうやって今切ってる豚の方が食べるときになちょうどいいねんな。こうやって乗せて。うん、もうちょい乗せようか。サービスや、もう今日はサービス。よいしょ、豚バラ乗せてしばらく待ちます。ええ音鳴ってきてる。ちょっと寄せとこうか、こうやってな、形を整えとこう。うわ、ええ匂いしてきた。もうちょっと蓋しとこうな。こういう感じ。はい、ひっくり出せ。ほっ、ちょっと焦げてるけど、まあいいか。よっしゃ、それでもうちょっと焼きます。あ、美味しそう。ソースもおたふく、お好みソースできたで。はい、あっという間に完成しました。では実食。これほんまにちょっと舌焦げてるちょっと硬い。いただきますね。うん、うんうんうん、おいしい。ほんまに手軽にできるから、みんなもやってみて。今宵はお好み焼きで乾杯。